あ、こっちか。はい、お願いします。よいしょ。はい、お願いします。いやー、寒いね。はい、大晦日がやってまいりました。毎度おなじみの千葉ですね。前の動画で言ってた通り、千葉へ来ました。でね、この、まあ、千葉って言っても千葉のこう半島があって、まあ、前の動画で言ってたのは、予定としてはこう房総半島一周一泊かけてしようかなと思ってたんですけど、今ここへ着いてフェリー乗ってる時に考えてたんですけど、去年の年末の動画で、まあ、同じように千葉来て別のルート行ってるんですけど、別のルート行っているときは九十九里浜の方を目指して、途中で、時間が足らなくて、なんとかダム、ちょっと名前忘れましたけど、そこのダムで一泊して、まあ、全然違うルートで帰ってきたんで、今回は房総半島一周じゃなくて、前回のまあリベンジじゃないですけど、同じ道をさらにこう九十九里の方まで目指して行ってみようかなとね、今直前で、予定変更しました。だからまあ、前回の年末と同じような感じで、同じようなコースで、まあ、ちょっとね、面白みは欠けちゃうんですけど、実際に、ね、あの走ったコース、僕の中ではだいぶお気に入りのね、こう、情景というか、道なりだったんで、まあ、また走ってもね、いいかなと思って、今日はね、そこのコースをね、行きたいと思います。でね、前回は、寒波来てて超寒かったんですけど、今日はね、去年に比べたらだいぶマシですね。よし、じゃあね、そんな感じで今年最後のライド一泊かけて、行ってみましょう。あとそれとですね、今日はね、自転車は E バイクです。ベース B で来ました。まあまあパッキングは、まあ、いつもの感じなんですけどね、特に目新しいものはないんですけど、まあいつもはね、ここ純正のバッテリーケースついてるんですけど、そうするとね、バッテリーしか入れることができないんで、一応まあこうやってフレームバックつけて、ここを拡張させて、今この辺にねバッテリー入ってます。で、あとはこの辺に工具類ですね、パンクの修理キットとかチューブとか入ってます。で、トップチューブバッグね、あんまりまあないきゃないで問題ないんですけども、一応こう鍵とか小物が入ってるんですけど、で、こっちにはテントとテーブル、もうね、ここの左右のねクリアランスがもうカツカツなんでね、ちょっと手を置くと痛いんですよね、ここ当たっちゃって。で、こっちには着替えとかクッカーですね。で、一つのね、僕の中での、不安要素が、まあ前の丹沢行った動画で言ったようにバッテリーですね。この寒さに対してバッテリーの減りがどんだけ変わってくるのか。本当だったらここにね、なんか春北海道でも貼って多少なりともね温度稼ごうと思ったんですけど、まあ回路を忘れまして、まあ途中のコンビニとかで買ってもいいんですけど、結局回路をむき出しで貼ってもすぐ冷えちゃうじゃないですか。だからなんかこうダウンチューブの腹巻き的なものをね作らないとダメかなと思って、で、今すぐはそれが用意できないんで、まあ回路は今日はいいかなと。で、寒さでどれだけ減るのか様子見ながらね行きたいと思います。いや、やっぱり風が弱いのって最高だね。前回というか、あの去年の年末やばかったもんね。風超強いわ、その風は超冷てえわ、進んでも進まわねえわで、去年と比べたらもう今年はね全然楽。でもね、天気はちょっとね曇りなんですよね。それでですね、今日ねついでにね、なんか千葉の方でこうスタンプラリーをねやってたんで、それをねちょっとついでにやってみようかなと思って、これで参加する。ちょっとやり方が僕もよく分からってないんですけど、チェックポイント、確かそこのね食堂みたいなとこが入ってたはずな。ほら、これね、金谷、これで、ただこれをどうすりゃいいんだろう。QR を読み込むってなってたっけな。
タンプ取得。これ QR 読むんだね。とりあえず今そこなんで、すぐそこにあるんで、ちょっと行ってみましょうか。とりあえずここですね。ただ店はまだやってないんで、QR できんのかな、店の外についてんのかな、ちょっとそれわかんないんですけどね。店がオープンしてる時じゃなきゃダメなのか、どうだろう。これどこになるんだろう、QR コード。いやー、これやっぱないかな。こっちはでも温泉になるんだよね。 QR コード書いてないもんね。あれかな、 QR はどこにあるってこう書いてねえのかな、今の案内のとこに。売店内、うわ出た、10時からだしダメじゃん。はい終了。10時からじゃもうどうにもなりません。あと30分もあるんで、こんなとこで30分時間は潰せないですね。さあ先行こう先行こう。サンプラリー中止です。まあ中止っていうか、他にどっか道中あれば寄りますけど、ここは中止。また今度の機会。まあ、さっきね言ったように、今日はね寒さに対してのねバッテリー問題があるんで、なるべくねこう節約しながらバッテリーを使わないようにいきたいと思います。だからもう平地はねアシスト切っちゃってますね。アシストをオンにするのはもう上りの時だけ。去年のね、あの年末のキャンプライドを走ってる時に、まあさっきも言ったようにこう寒波が来ててえらい寒かったんですけど、風が強くて、でまあ一応それなりにね寒いのは分かってたんで着込んでは来てたんですけど、靴下ですね、足先がまあ一応メリノールの厚めの靴下履いてきてたんですけど、やっぱりそれでもね寒くて、足先だけがやっぱ風にずっと当たってるからなんでしょうね。だからね、去年の経験を生かして今日はね靴下をね、薄手の靴下プラスその去年履いてたメリノウールの、まあ、厚めの靴下の二重履きで来ているんですけど、なんすかね、やっぱちょっとやっぱ足先親指あたりがね寒いですね。まだ始まってから20キロぐらいかな、20キロまだ走ってないな、そのぐらいしか走ってないですけど、なんかもう寒いですね足先。だから基本的に二重履きとかすると、まあ、手袋もそうなんですけど、締め付けられる感じがある場合はダメなんですよ。うっ血するんで、そのせいでね血行が悪くなって逆に寒くなっちゃうんですけど、今回結構ゆとりのあるやつを履いてきてはいるんですけど、だからこう圧迫感は全然ないんですよ。なのに寒いですね。ここの道もね今初めて来た、新しい道また見つけちゃった。川沿いこんな道になってたんですね、知らなかった。公園内への車の乗り入れご遠慮ください。すごいね、ほらあそこ平気で入ってますよ。で多分ね同じ看板がね向こうのエステマの左側にもあるんですけど、日本語読めないんですね。ほら乗り入れはご遠慮くださいって書いてあるのに、どうやら日本語が読めないみたいでね、日本人のモラルってなんだろうね。いいですね、優雅に泳いでるねカルガモさん。あれ頭が茶色いね、なんかカルガモも結構色の違いがあるんですよね。何なんだろう、あれ個体差、種類が違うのかな。あれ頭が抹茶茶だね、ちょっとカメラじゃ望遠で追い切れないんですけど、頭がね抹茶茶でした。向こうにもいましたね、カルガモの親子かな、あれも頭が茶色だね。おお潜ってる潜ってる、さあ寒そう。いやーでもこの道いいな、本当はねいつもこっち方面走るとか一本向こうの通りの方走ってたんですけど、川沿いにこんな道あったの知らなかったです。
やっぱり寄り道最高ですね。脇道。あ、でこのまま通りと合流するのかな。おお、ワンちゃんびっくりするんじゃないか。あ、ワンちゃんで思い出した。オープニングで言うの忘れてましたけど、今日はねイロハは来てません。実家でまったりしてます。まあね、寒いっていうのもあるし、そろそろねイロハもいい年になってきたんで、もう今6歳7歳、どちらだかな。であとね、なるべく僕ねここバックパックをね背負いたくないんですよ。やっぱりねこの冬でもねバックパック背負って言うと、そこだけこう汗かいちゃうんですよね。もうそれが気持ち悪くて。なんでね、今日はねイロハはね実家でお留守番です。ここも紅葉すごいっすね。まだ紅葉してる。これ年中赤いのかな。もうだって大晦日ですよ今日。綺麗だね。いいね。いやー、そろそろいい道に出てきましたね。ここはね去年の年末には通ってない道なんですけど、まあね方向だけ頼りに行ってるんで。おお、いいね。あ、菜の花咲いてるね。菜の花ってあれいつが見頃の時期なんだ。よく河津桜と咲いてるけど、河津桜ってあれだね、2月ぐらいだもんね。いつの間にかにグラベルになってましたね。う、今日もね僕の旅、いつも通りの先を急がない旅。目的地方面はねざっくりとは決めてますが、そこにたどり着く必要もないんで、前回と同じくダムでまた一泊になるかもしれないです。まあね、それでもいいかなと思ってるんですよね。あの前回のその泊まったダムね、結構ね居心地良かったんで、あそこで一泊するのも全然ありですけどね。なんかどっかね知らないとこ行って野宿する場所をね時間ギリギリで探すよりは、もう分かりきったとこでね泊まっちゃうのも一つの手ですね。すごいですね。ここ確かこの間パックラフトをねやりに行った時にここは確か通ったと思ったんだよな。ここはね夏になると一面緑ですよね。この前夏か、あの亀山湖かなに行った時にパックラフトやりに行った時か、確かここ通ってるはずなんで。お、こっからようやく坂らしい坂出てきましたね。ここはアシストオンだな。ヒューン。なんか本当一向に天候が回復する気配ないですね。ここを前回も休憩したな。ここで休憩していこう。ずっと曇りだね。全く日が差さないよ。よいしょ。なんだろう、町内会館的なもんかな。ちょっと休ませてください。よいしょ。あのね、そういえば最近映画とか皆さん見てます？僕ね、この間っていうか、昨日、一昨日、あの今大人気大絶賛上映中のスラムダンク見てきました。周りがね結構見に行った人がいて、話聞いたらまあ大絶賛なんですよね。で全くその内容は聞かないで、一昨日見に行ったんですけど、いや最高でしたね。あのなんていうんですかね、もう結局ねこれね賛否両論やっぱあると思うんですよ。あんまり言うとねネタバレになっちゃうんで、その詳細は言いませんけど、この BGM の入れ方とか、このバスケの試合の迫力、あとはこう間、無音の箇所がね何箇所か出てくるんですけど、その無音の間の長さとかがねもう本当鳥肌もんでした。多分ね原作の知識がない方がいきなり初めてあの映画のスラムダンクを見ると、面白さは多分半減すると思うんで、原作を知らない方は一度原作を全部見てから映画を見に行くのがおすすめだと思います。いやーでもね本当ね久々にねこう胸熱くなりましたね。いやーやっぱりスラムダンク最高ですね。もうキャラクター主人公5人
5人とも全員主人公張れるぐらいのね、もうキャラクターの濃さなんで、やっぱ当時のファンの方はね、もう歓喜だと思いますよ。まあ、声優陣がね、こう一斉に全員キャストが変わっちゃったっていうのがね、いろいろこう炎上したみたいですけど、いや素晴らしい。あれはね、もう一度見てもいいと思う。いやでも本当スラムダンクはね、当時ファンだった方はね、絶対楽しめると思うんだよな。やっぱりね、こうキャスト声優が変わっちゃったのにね、若干やっぱり違和感ありましたけど、主題歌といい、BGM といい、この本当間うまいですよね、あの無音の間。結構ね、無音でこう試合がね過ぎ去っていくシーンとかもあるんですけど、そこのこうスピード感とかね、いやー最高です。千葉いいね、信号がほとんどない、超快適。まあアップダウンはね結構ありますけど、なんか今日はもうほんと晴れる気配ないな、晴れ間が出てないもんね。よいしょ、ちっちゃい小川、浅いね。ここはなんだ、お堂かな。よいしょ、ちゃんと正月仕様になってますね。なんかほったらかされてる感じじゃないですね。よいしょ。よくねこういう踊ってもう管理してる人じゃなくてボロボロのとことかね結構あるんですよね。ここは大丈夫そうだ。さてこのペースだとね、やっぱり宿泊場所、野宿場所はね前回と同じ、まああのダブとこになると思いますね。まあそもそも急ぐつもりがないんで、もうそこでいいかなってもう初めから思っちゃってるんでね、多分ねそうなると思います。今日はね基本的にもう15キロ前後、平均速度ね15キロ前後しか出してないんで、もうほんとゆったりですね。もう急ぐ気がさらさらないです。下りでねスピードが出ちゃうぐらいなんで、やっぱりねこういうゆっくりとした旅の方がね、こういうスタイルの方が僕にはね合うんで、ね、もう平均速度15キロ以下、このねゆったりスタイルが俺の旅ですね。よくスピード出してね1日200キロぐらい走れる人とかいるじゃないですか、ロードバイクで。景色楽しみたい場合ってね、そんな早くすっ飛ばしてたらゆっくり楽しめないじゃないですか。なんかね遠くへ、いかに遠くへね距離を稼げるかみたいなのが正義だったりするところがあるんで、1日100キロ走ればもう十分じゃねっていう感じですね、僕の中では。200キロとかね走ってたら絶対景色楽しめてないんで、もう漕ぐの必死、前ばっか見てるっていう状態じゃないですか。だから僕のこの平均速度15キロっていう旅のスタイルだったら絶対200キロなんてありえないんで走れないですね。夜通し走んないと。そんな訓練みたいな走り方したくないんで、ね、ですね、道迷いしまくってます今全然自分の現在地がわからない。まあね、なんとかなるでしょう。この辺はもう全然前回走ったとことは違うんで、どこなんでしょう、どこで道間違えたんだろう。高いね結構。もう今かだいたい50キロ弱ってとこでバッテリーが今2つ減ってますね。まあでもこんなもんかな。まあ結構節約しながら走ってはいるんで、夏場だったらもうちょい持ってんのかな、夏場というか暖かい時期だったら。ほぼね平地だともうアシスト全く切っちゃってる状態にして走ってるんで、上り坂だけですねアシストかけてるのは。ほんの緩い上り坂だけ、まあ、エコモードかけて、あちょっとこれきついかなと思った時はスマートモードか、あのオートマの自動で強弱つけてくれるやつ、あれで登ってますね。それで今50キロ弱で2メモリ減りました。お、なんかあっちに神社っぽいのがあるね。全然関係ないですけどちょっと寄ってみたいんですよね、やっぱり。
いや、やっぱりこうね、神秘的だよね。いいよね。いや、いいね、雰囲気最高ね。よいしょ。ちょっと一個だけで、ね、余ってたパン、朝道でね余ったパンを今食べます。ここなんだろうね、なんか舞台みたいな感じになってるね。櫓っていうか、なんていうんだろうね、わかんないですけど。うん、冷たい。今日はやっぱりね、大晦日だから、まあ、前回同様どっかで、まあコンビニになるのかな、コンビニで年越しそばはねやっぱ買いましょう。で今日ね、夕飯鍋にしたいんですよ。鍋にしたいんですけど、具材とかまあ何も持ってきてなくて、できたらねこっち現地で買おうかと思ってたんですけど、なんかスーパーがね道中になさそうなんですよね。だ、参ったなと思って、一応ここ鍋キューブみたいなやつだけは持ってきてるんですけど、具材はどうかな、コンビニなんかにないよな。さあ舗装路に復帰しましたけど、まあ迷ってんのは変わりないですね。迷子中、絶賛迷子中。右か左か、まあ多分方向的には左だろうな。あ、ここずっと線路なんですね。あ、あれ駅だ。いや、いいなあの佇まい。平山駅。おー、すごいね。単線、人が全然いない。柵もない。入ろうと思えばすぐ入れちゃう。へえ、あれ改札どうなってるんですかね、人いないし。やっぱりスイカとか使えないのかな、こういうとこは。どうなんでしょう。もうすでにね、あまりにもね道がわからなくなってきたんで、 Google マップさんに今聞きながら行ってます。今ね目的地をね、まあ、前回の、湖ダムにセットしてんですけど、まあ、到着時間がねあと1時間半もない状態ですね。だから結構早めに着くな。今現在2時半なんで、まあ、4時前には着くのかな。前回はあれか、5時ぐらいか、1時間ぐらい早く着くのかな、前回よりは。お、何この車、なんかすごいレアっぽいけど、 UFO みたい。なんだろうねこの車、すごいよフォルムが。なんて車、これ国産シトロエン。ちょっと一瞬だけ英語が見えましたけど、多分シトロエンって書いてあった気がする。すごいね、あれすげえレア車なんじゃないですか。もう口発だけど、あれレストをして走らせたら結構価値あるんじゃないですかね。これ多分ね、もっとね最短ルート選べば大通り通ってね、さっきの湖ダムまで行けるんですけど、大通りね走っても気持ちよくないんで、まあ遠回りしてでもこういうローカルな道を今選んで走ってますけど、なんか千葉ってああいう橋が赤いの多いですよね。手すりが赤い橋、気のせいなのかな。なんか至る所の橋見るとね、こう手すりが赤いんですよね。ここは下川かな。ああ川だね。あれですよね、千葉の川って基本的になんかこう鬱蒼としたこうアマゾンみたいなね、熱帯雨林みたいな川が多いっすよね。あれはなんか焼き畑系の煙っぽいですけど、すげえけど煙大丈夫あれ。
ものすごいモクモク出てんけど、これ匂いとね記憶って結構紐付けられるんで、あと音楽とかね、その時の思い出がよくね、昔聴いてた音楽とか聞くと、その時の当時の思い出とかが蘇ったりするじゃないですか。でああいうのがやっぱりこう紐付けられてるんですよね、音楽と記憶が。あと匂いもやっぱりあるんですよ。この匂い嗅ぐとあの時のことを思い出すとか。腹減ったな、さっきのパンだけじゃ足らんな。これ向こう渡るか。ちょっとできればね、コンビニじゃなくてスーパー寄りたいね。あんのかなこの辺スーパー。なんかなさそうな気するけどな、道の雰囲気的に。お、おどやがある。おどやは結構千葉の中ではメジャーなスーパーですよね。あ、じゃあここにしよう。経路は2キロで行ける。ここでじゃあ食材買っちゃいましょうか。よし、じゃあおどや行きましょう。結構ね、おどやはね、千葉の中でも房総半島の方かな、結構見るんですよね、こういう旅してると。だからね、横須賀でいう AB 的な感じなんですよ。まああまりにもローカルな話すぎて、横須賀の人しかわからないですけど、横須賀の AB が千葉でいうおどやになるんで。さあ、おどや到着です。さあ、一人分の鍋の材料買えるかな。どうする、あの子供用の。さて、買いました。買ったんですけども、荷物がちょっと多すぎて、しかもね、ポケットバックパック忘れちゃいましたね。背負えないよもうこれ。水もあるしね、もう手で持っていかないと。ちょっと失敗したな。まあ今日はね、ちょっと豪華にしたくて鍋にしたんで、物がね増えちゃったんですけど、いつも本来こんな買い方しないんでね。水なんかも2リッター、1人で1泊しかしないのに2リッターも買っちゃったしね。やっぱり鍋で水使うし、朝はねパスタにするんで、それでも水使うんで、なんだかんだ2リッターぐらいがあった方がいいかなと思って買っちゃいましたけど、超絶重い。いやー重い。あとね1時間ぐらいかな、時間にしたら。いや、住宅街入ってくるといろんなとこからいい匂いがしてくるな。もうみんな夕飯に備えて支度始めてんのかな。一応ね、今日そば買いましたけど、まあ定番のね、緑のたぬき、カップ麺ですね、カップ麺のうどん、あ、そばにしました今日は。だから今日結構ね、水使うんですよね。まず鍋でしょ、あとご飯でしょ、ご飯も炊くんで、ご飯にそのそばで、明日のパスタなんで、多分2リッターフルには使わないだろうけど、いいとこ多分 1.5 リッターいかないぐらいは使うんじゃないですかね。だんだん日が落ちてきましたね。今ね、現在時刻15時46分、もうすぐ4時ですね。いやー寒くなってきたな、日が暮れてきたから。てか今日一日太陽出なかったね。やっぱり向こうの方も青空出てるんですけど、もう今更遅いっすね。明日はあれかな。なんかずっとひたすらグラベルを走ってますけど、左手が痛い。さっきスーパーで買った食材のせいで左腕が痛い。水が重すぎんすよね、2キロだから。これが右方向です。右？あ、右なの？およそ600メートル先、右方向です。あはん。右方向です。え？南に進みます。はい。
お。U ターンします。続いて右方向です。行き止まりやんけ。お。ここは通ったとこじゃねえか。ここね、僕の前回の記憶が正しいんであれば通ったかなーっていう感じ。なんかちょっと見覚えある。どうだろう。あ、やっぱそうだ、通ったとこだ。ここ僕があれですね、去年チューブパンクしてチューブを交換した場所です。ここ間違いない。やっぱ同じ道だってことは、こっから合流したってことですね。よし、さあ先は近いぞ。現在、バッテリー残量が最後の1個になりました。距離はね60キロ行ったか行ってないかぐらいなんで、あれ60回超えたのかな。やっぱ減るの早いですね、冬。あんだけセーブしたのに60キロぐらいで最後の一メモリになっちゃうんで、やっぱり真冬はそれ相応の対策しなきゃダメですね。もうこれはねメーカー云々の話じゃなく、バッテリー共通の要因なんでね。春北海道そのぐらいかな、なんか思いつくのって。これもしかしたらたどり着く前に1個なくなっちゃうかもね、バッテリー。こっから多分しばらく上りが続くと思うんだよね。いや、いきなりバッテリー切れたね。本来だったら 10% 切ったらエコモードにしか入らないはずなのに、スマートモードでいきなり切れた。ああ、マジか。ああ、落ちた。バッテリー交換しなきゃ。あそこがピークっぽいけど、まだ登んのかな。ここじゃちょっと、自転車置けねえしな。参ったね。片道持たなかったよ、この距離で。あんだけ節約したけど、もうほんとバッテリーが切れた瞬間ものすげえ重くなりますからね、ガクンと。上りが続くとやっぱ暑いね、この時期でも。よいしょ、冷てえね、やっぱりね。よいしょ、さあ頑張ってくれよ。明日途中で切れちゃったらどうしよう。よし、パワー全開。いやでもさ、これまだ登り続くんだよ確か。まさかね1日目でたどり着かないでなくなるとは思わなかったね。節約したんだけどな、ここまで悪かったか、持ちが。やっぱり思いっきり限界まで長距離走ってみないとわからないですね。やっぱりこの間の丹沢走ったぐらいの距離じゃそんなに実感として湧かなかったな。前回もそうだったけど、このリンド投げ。いやー、なんかもうバッテリーがまた一残量減っちゃいそうだね、このリンドだけで。この林道を抜けるともう湖なんですけど、この林道アップダウンがねすごいんですよね。ペットボトルを落としちまった。しかも踏んだね今ペットボトル。よいしょ、泡だらけになっちゃって、これちょっとねスカスカなんだよね、ボトルゲージが。よいしょ、よし、林道抜けた。もうちょいだね。うわー、開けた。気持ちいいね、やっぱ開けると気持ちいいよ。やっぱりね林道はね圧迫感がすごいんですよね、左右木で囲まれちゃってるから。今ね16時40分なんですけど、で前回来た時は
野宿地を一回通り過ぎてからセブンイレブン行って、その当日の夕飯の食材と、あとそばか、年越し用のそばを買ったんですけど、今日はねもうすでに買っちゃったんで通り過ぎることはなくそのまま行けるんで。着いた、着きました。ここが前回やったところ。いや1年ぶりだね。1年ぶりに来ました。ほぼね同じかな、到着時間前回と。ここですね。またここの農家のうちは朝来るかな。よし着いた。もう完全に日の入りしちゃいましたね。よいしょ。重たかった、左手きっつ。73キロそこそこ走ってますね。あれ前回60何キロだったのに、やっぱ今回結構遠回りしたんだな。いやー懐かしいね、1年ぶりだよ。まあ1年ぐらいじゃね、そんなに記憶なくさないんで、おおよそのことは覚えてますけど、まあ前回はここに張ったんですよ。でね、という面にこっち前にね東屋あるんですけど、まあこの下にねテント張ってもまあいいっちゃいいんですけど、まあ別に雨の予報もないし、まあ下がねコンクリだからペグダウンができないんで、まあ去年と同じところでいいかな。今現在ね時刻がね、まあ、5時前なんで、もうさっさとテント張っちゃいましょう。はい、テントを設営し終わりました。ですね、今から飯の支度しようかどうしようか、まだね5時半なんですよね。ちょっと早いっすよね。だいたいね前回とね本当同じぐらいの時間に到着してるんで、まずねじゃあ寝床ですね、マット膨らまして、ここ寝床ちょっと引きましょう。これ使うの久しぶり。なんか膨らませるのはねめんどくさいんだよね、これ。じゃあね寝床とあとクッカー類ですね、クッカー類テーブルとりあえずセッティング完了したんで、まあ、まずねお疲れ様でお茶温めて飲みましょう。これさっき落っこったお茶、ウーロン茶、ラベルとかペットボトルも傷だらけ。あの怒った瞬間踏んだもんね、自転車でね踏んだ感触ありましたもん。まあいや、とりあえずこれ温めてね飲みましょう。あ、ミルクティーあるんだ、ミルクティーを先飲んじゃおう。もう一杯分ぐらいしかないから、これを先に飲んじゃいましょう。まあ今日のライドは本当ドタバタでしたね。ドタバタっていうか行き先を本当直前フェリーの上で考えながら、まあ本当はフェリー乗るまではこう房総半島一周しようかなっていう考えでいて、ちょっと頭の片隅ぐらいに前回と行ったとこもいいかなと思ってたんですよ。でもまあそれはもう2割ぐらいで、房総半島一周する方が8割ぐらいっていう考えでフェリーに乗ったんですよ。でフェリーの中で朝飯を食べて、
で、まあ今日のプランをこう立ててたら、やっぱりこう去年行ったとこ途中で終わっちゃったわけじゃないですか、九十九里浜。本当は九十九里浜まで行こうとしたんですけど、たどり着けなくて、そこまで行く過程の道のりも楽しかったんですね。楽しかったというか、もう景観が非常に素晴らしくて、もう一度走ってもいいかなと思ったんですよ。で、そんなこんな考えてるうちに、どんどんその8対2の割合から5対5で、今度逆の8対2になってきて、あ、で着いたらやっぱり前回のルート行こうっていう、もう本当土壇場着いてからの変更ですね。で、結果的にはやっぱり九十九里浜までもう行く気にならなくて、途中からあまりにものんびりすぎて、初めね、走り出して多分もう30分ぐらいした時点で、もう九十九里まで行く気がなくなってましたね。もう前回のところでいいやって思ってたんで。で、前回のとこここなんですけど、ここも野宿するにはもう絶好の場所なんで、もう寝床がね、確定してるとね、気持ちが楽なんですよ。野宿の場合って寝床探すのに結構ストレスかかるんで、夕暮れ時になってもこういい場所がないと、もうずっとこう探しながら走ってる羽目になっちゃうんで、だそういうのがあってね、ちょっと安心しちゃって、もう前回の場所でいいかなと思って今もうここで、だからそれまでの時間がね、多分普通に漕いでたらだいぶ早く着いちゃうんですよ。前回よりも風もないし寒くもないんで、だからね、もう本当寄りたいとこボン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 寄って、そこで結構時間潰して到着したら前回と変わらない時間で到着したんで、ちょっとねのんびりしすぎちゃったなっていうのはあるんですけどね。まあでもこのぐらいの時間に着ければね、一番ベストかなっていう感じかな。あんまりね、暗くなっちゃうとこう設営するのも嫌だし、暗くて見えなくてね。で、早すぎるの早すぎるで、することないんですよ、夕飯まで。だからまあベストかな。暗くなる手前のまあ4時ぐらい、4時過ぎで5時手前、このぐらいにつけるのがね、一番ベストかな。じゃあね、ミルクティーも沸いたことなんで、とりあえず今日はお疲れ様でした。まだね、時間は5時42分です。あったけー。ここ最近ね、こういうライドが続くんで、あったかいミルクティーが本当にこう身に染みますね。一息ついた時に飲むと、やーべ、うめ。うん、ああ。まだまだ飯早いかな。ちょっとお菓子でも食べて時間潰すかなね。一旦切ります。じゃあね、6時過ぎたんで、そろそろ夕飯の支度始めますか。まあ今日はもうさっきから散々言ってる通り、鍋です。じゃあね、支度しましょうよ。鍋買ったのがね、鶏肉と、まあ、ウインナー、あとね、なぜかちくわ、おでんじゃねえんだぞって話なんですけど。で、買ったのがこれだった。あとね、持ってきてるものもあるんですよ。まあ、そんなにいっぱいじゃないですけど。違う、こっちじゃない。持ってきてるのはご飯てか米か、米とあと春雨。まあこのぐらいをね、今日は入れようと思います。でね、これがまあスープの素ですね。鍋キューブの味がね、濃厚パイタンですね。これをね、まあ1個だと180ミリの水なんで、ちょっと少ないかなと思って、まあ、2個持ってきました。2個だと、360か。360の水になるんで、まあそのぐらいあればいいかなと思ってね。ちょっとクッカーで煮込んでみましょう。あ、違うね。先に米からだね。米時間かかるし待つから、米からやりますか。今日クッカー2個持ってきてるんですよ。このチタンクッカーと、あともう米用にね、ちょっとしょうがないんですけど、あんまり使いたくないですけど、アルミ用のクッカー持ってきてます。これで米やりましょう。米はね、今日持ってきたのは 0.5 合ですね。
じゃあこれをちょっとやりますか。あれだね、アルストも持ってくればよかったね。アルストがあれば2つ火力いっぺんに使えたけど。もうちょいか、まあこんなもんかな。よいしょ。じゃあとりあえずこれはこのままつけといて、であと次か鍋の下っていう。まずはこれに鍋キューブの素を2個入れます。あ、やべえ、割り箸フレームバッグなんか入れっぱなしだ。取りかなきゃ、めんどくせえ。マジ一回テントの中入っちゃうとマジめんどくさいんですよ、取り組みが。よし、米を炊いてる間ね、この上にね行った熱をね効率よく使うために、今ねバッテリーを熱で復活させようと思って上に乗っけてます。若干暖かくなるんで、下にねワンクッションこのちくわを乗せて、その上に iPhone とこの今充電中のバッテリーを乗っけてます。まあこうすればね少し暖かくなるんで、多少はね寒さには対応できるかなと。ちょっと実験的な感じで今使ってます。もったいないですもんね、上に行った熱でそのまま逃がしちゃうのは。じゃあ今度はね、一度ご飯には退場いただき、鍋ですね、鍋を濁りましょう。こっちが今日の本番ですからね。まずは沸騰ですね、沸かさないと。よし、じゃあ入れていきますか。ちょっとねこれ肉の量多いんですけど、もうこれ持って帰れないしね、もうしょうがない、もう全部入れちゃう。なんとかして食うしかないですね。まあ食えなかったら明日の朝。ちょっとこれ凍ってますね、半氷状態。まあ買った時にこれ半氷だったんですけど、それがねもうずっと溶けないで持続してる、イコール外気が寒いってことですね。でもってちくわ、やっぱね寒い日には鍋はね最高ですからね。もうちょい火力を。じゃああとはちょっとねしばらく煮込みましょう。どうですかね、結構いいんじゃないですか、もうね。よし、はい、あ、いいんじゃないですかね、ほら、オッケーオッケー。じゃあ飯にしましょう。いただきます。ね、今日もね、まあ年越しそばは、まあ、年変わる時にね、変わる直前かに食べようかとは思うんですけど、まあ夜中の12時じゃないですか、今まだ7時前なんですよ。でこれ食べ終わっても多分8時前で終わっちゃうと思うんですけど、そっから何するって話なんですけど、去年は確か仮眠したんですよね。今日も仮眠しよっかな。それかなんかちょっと動画でもね、ネットフリックスで見ながら時間潰そうかなと思ってるんですけど、まあ一応ね年末ということで今年のまあ総括ですね、総括。皆さんどうでしたかね今年。まあね、去年も同じこと言ってましたけど、僕はね、まあ去年はもう右目が全然ダメで、その年が始まったんですけど、今年がね、まあ右目は相変わらず 100% 元にはもう戻ってなくて、ちょっとやっぱ見えづらいっていうのはあるんですけど、まあね、日常生活にはそこまで支障はないかなとは思ってるんですけど、夜はね、やっぱちょっと怖いなっていうのはあります。
運転するにもね。で、まあ、自転車というか、アウトドア、今年のアウトドアですね。まあ、いろいろね、手を出し始めて、で、今年はまずもう E バイクを購入して、で、子供たちと、まあ、バイクパッキング、千葉ですね。まあ、今日も千葉ですけど、千葉2泊3日のキャンプライド行って、で、今年の夏はね、ほんと、あれ、水辺のアクティビティにだいぶ時間使いましたね。パックラフトにシーカヤックですね。これらを子供たちと、あとは、まあ、あと自分一人でも、結構ね、時間割いて遊んだんで、これはこれでまた新しい世界が開いたなっていう感じなんですよ。で、前々からずっとこう気になってた潮の道、マウンテンバイクでね、アドベンチャーライド、今年ようやく行けて、これも僕の中ではだいぶね、記憶に残る、一大イベントだったと思ってます。で、来年ですね。来年はどうしようかなっていう感じですけど、まあでも、変わりなくやっていきたいと思ってんすよね。で、やりたいことが今どんどん増えてて、まあね、来年今までやってた、まあ自転車もそうです。バイクパッキングしてね、キャンプライド行ったりとか、マウンテンバイクで山行ったりとか、アドベンチャーライド行ったりとか、っていうのはもうベースとして、まあパックラフトもね、夏前にはもう始めていきたいと思ってます。シーカヤックもね、来年にはね、もっと力入れてやっていくし、で、登山もね、今、ギア、今もうこれ辺も全部もう登山ウェアですけど、この辺全部もう一新して、買い替えて、ギアなんかもね、買い替えたんで、登山もね、もうちょっと力を入れて、で、あとはバックカントリーですね。バックカントリーもやりたいんですけど、もうまずね、スキー、まあ、スノボでもいいんですけど、両方とも僕できないんですよ、全く。で、まず、滑れるとこから始めなきゃいけないんですけど、バックカントリーもね、ちょっとやってみたいんですよね。で、今年はもうちょっと無理なんで、来季の冬ですね。チャンスがあったらね、ちょっとやっていきたいと思います。だからね、こうやってね、いっぱいこういろんなアクティビティに手出していくと、まあお金もそうですけど、買うことによって用品がね、どんどん増えていっちゃって、置くとこはないんですよね。でもこういうのって、レンタルとかしていくと、やっぱりこう自分の体に合わせたものを使っていくんで、レンタルとかだってやっぱり毎回こう変わるわけじゃないですか、ものが。じゃあそういうのがあるんでね、で、ものによっちゃね、命に関わることもあるんで、やっぱりレンタルじゃね、ダメだなっていうのはあるんですよね。本格的にやっていくと。その場だけ楽しめりゃいいやつんだったら、レンタルでもいいですけど。よし、じゃあ余ったスープね、ご飯入れちゃいましょう。だいぶね、春雨が水分吸っちゃってるんで、汁がすげえ少なくなっちゃってる。で、これでご飯のクッカーに入れてあげて、まあ掃除をしながら、ご飯のねクッカーに張り付いたのを剥がしてあげながら食うと一石二鳥です。で、最後はね、水でちょっと洗って、いやー、うまい。あ、でもちょっと冷えてきたから温めよう。鍋うまいですけどね、やっぱりこう手間です。あの、物が増えちゃうんで、だから本当もう出発前の前日、前々日とかにもうスーパーで買ってきて小分けにしてジップロックとかに入れて持ってこないと、現地でね、今僕みたく買うと、もうパックとかに入ってるんで相当かさばりますね。だから鍋やりたい人はもう事前に全部準備した方がいいです。そうすればね、あのスーパー行く時間も節約できるし、まあスタートから全部荷物持つことになっちゃいますけど。いやー、今ちょっとね、仮眠してたらやばいですね。もうね、すでに5分前、年明け5分前です。今速攻でね、まあこのカップ麺のそば開けて、今ここでお湯を沸かしているんですけど、早く食わないと年明けちゃうね。やばいね、ちょっとうとうとしすぎた。はい、じゃあ食べましょうか。やばいよ、もう開けちゃうよ、あと1分で開けちゃうよ、もう1分切ってるよ、やばいよ。カウントダウンなんかしてる暇ないよ、もう。よし、じ
やね、まあ、本当はねさっきの鍋でもう腹いっぱいあるんですけど、いやあと15秒で年明けます。10、9、8、よし、うん、私とりあえず食ってやった。2、1、0。はい、明けましておめでとうございます。今ちょっとぴったりね、LINE も入ってきましたけど、なんとかねギリギリ一口食えました。2023年明けましておめでとうございます。おー、去年と同じくやっぱどっかで花火上がってますね。いや本当は年明け前までにねこれ食べきりたかったですけどね、全然間に合わなかったですね。うん、いやー2023年明けました。うん、ごちそうさまです。いやもう駆け込みで食いましたね。もう腹がパンパンタポタポ。あの年末年始はやばいっすね、食い方がねだいぶ雑になるんで、クリスマス以降からですね、クリスマスあたりからもう年始、3日4日あたりまで食い方がねやっぱり暴飲暴食じゃないですけど、いつものね食事じゃなくなるんで、やっぱりこういろんなお祝い事とかでね、なんかうまいもんいっぱい出てくるんじゃないです か、 だからこういう食い方してたらやばいっすね。だからそこはねちょっと自分の中でね、あのまあ戒めっていうかね、こう一応制御してあんまりね食いすぎないように頑張らないと、ちょっとねおデブちゃんまっしぐらになっちゃうんでね。でね今日はねもうこのまま寝ます。で明日、朝日見れるかどうかっていうのは別に見るつもりも特にないんでいいのでね、去年見たんで、だから多分朝までも寝ちゃうかなということで、じゃあまた明日、おやすみなさい。バイ。